ンポン。なんやこのふいふいカメラ。なんやそれ。いや、なんか置いてあったんやけど。え、よっしゃ、二人で撮るて。ん、撮るのはええけど、スマホの方が。まあまあ、こういう古いのって撮るから趣があるんや。は、イエイ。お、ちゃんと撮れたか。どれどれ。うわ、なんかめっちゃ震え出した。もしかして、だいぶ機能付きカメラ。何そのカメラには絶対いらない機能。うお、なんや。たく何事だよ。何事だよ。なんやこれ人形。てかなんかうち変やない。まあ君はこんなもんでしょ。なんやお前一目と可愛いだろうが。そうでもないです。ウケる。ちなみに私カメラ写り完璧なので超絶美少女の人形できちゃうな。困っちゃうな。あ、お前勝手に。何これ知らんよ。いや、あかり先輩の人形めっちゃ可愛い。葵ちゃんこれ素材なんですかね。ツンツンキュッ。どうしました。いや今なんかほっぺをつつかれた気がして。ツンツンキュッ。もしかしてこの人形本体と連動してる。じゃあ私はこれで。待て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 。おい、どうすんだよこの人形。ふむ、これは困りましたね。せめて困ってるふりをしろ。よだれ。もしかしてこれでうちあんなことやこんなことをされてしまうのか。でもでもうちは負けん。えへへえへへへへ。キュッちょ、葵ちゃんストップストップ。うちのもいじってよ。うるせえな。こんにちは、あかり先輩。それは、え、呪いのカメラじゃないですか。呪いのカメラ。はい、これで写真を撮ると写った一通り二つで成功な人形が作られるのですが。成功。その人形と本人の感覚が共有されてしまうんです。やっぱりそういうやつか。ついまちゃん、ついまちゃん。はい、この人形うちに似てないんやけど。何言ってるんですか。これそっちの鳥二つじゃないですか。ちなみにですが、例えば人形の腕が取れたりするじゃないですか。ふむふむ。その場合本体の腕も脱げます。あかーい。おいおい、思ったより危ねえじゃねえかよ。この呪いを解くにはどうすればええんや。それはふっふっふ。誰だ。よくぞ聞いたな。私はこの呪いのカメラに取り付く。ゴリラだ。なんでだよ。さっきのシルエットからゴリラ出てくんのおかしいだろ。ちっとは考えろ。呪いを解きたくば私を倒していく。ちょ、タンマ、ほんとタンマ、待って待って。近づくな。この人形が見えんのか。くっ、卑怯だぞ。はは、言ってろ雑魚ども。これで貴様らは私の言いなりだ。まずはそうだな。仲間同士で争いを。で、まあ。ゆかり先生大丈夫か。あっ、ね、お前無敵かよ。嘘だろ。そうですよね、想定外ですよね。この化け物め。お前が言うな。何するの。ごめんなさーい。なんか勝ったわ。お前無敵かよ。